花レブンアツモリソウは、北海道のレブン島にのみ生息する野生の乱である。和名の由来は、レブン島特産のアツモリソウの変種であることから。アツモリソウの和名は、袋状の神弁を持つ花の姿を、平家物語などの軍記物語に描写された、平アツモリの背負った炎に見立てて付けられている。この品種の特徴は、荷色が紫ではなく、 黄色であることである。草丈は25から40センチメートル程度。花の色は淡いクリーム色で5から6月に開花する。新弁は大きな袋状で長さ3.5から5センチメートル。側花弁は高卵形で先は短く尖る。この花は倉庫なしの食物となる蜜を分泌せず、花粉も卵下の通例通り花粉界となっていて。 昆虫の食物となるような形で大量に作られるわけではない。にもかかわらず受粉が成立するのは騙しによる受粉が行われているからであることが明らかになっている。このことはこの種の保護のための研究によって判明した。倉庫な者はニセハイロマル花鉢の単独で巣を作り始めたばかりの越冬女王鉢であり、蜜や花粉が得られる花と誤認して、 花に潜り込むと、あたかも食中植物ウツボカズラの補中脳に捕らえられたかのように、袋状の神弁に足を滑らせて落ち込む。ここから脱出できる経路は限られており、花から出るときに背中に花粉界が粘着する。この鉢が再び別の花に騙されて落ち込んで、同じように脱出するときに、メシベの中等に花粉界が付着し、受粉が成立する。 一説によると、ニセハイロマル花鉢の越冬女王がレブンアツモリソウの花に騙されて誘引されるのは、同時期に同じような炭鉱色の花をつける、ゴマのグサ科のネムロシオガマの花と誤認するためである、ためではないかとも言われている。そこで、レブンアツモリソウの個体群を遺伝的な多様性を維持して保全するためには、 ニセハイイロ花鉢とネムロ釜の保全が必要であるとする提言もなされている。かつては、島内各地で見られたが、レブン島の大部分を焼く大きな山火事が起きた際、木々に埋もれるように咲いていた花が露出したため、洞窟にあって数が激減し、現在では北鉄府地区の保護区、レブン厚森草群生地以外は極めて数が少ない。 レブン町の鉱山植物培養センターで培養研究がされており、平成13年6月には18本の開花に成功した。厚森草よりも一足早く、1994年に特定国内気象野生動植物種に指定された。そのため現在では許可なく採集、販売などはできない。しかし園芸的に人気のある種類だけに、複数の民間業者が、 国の許可のもとに人口増殖を手掛けており、少数ながら安定した苗の生産、供給がなされている。ただし、厚森総同様に、レブン島特有の冷涼な気候以外での栽培は、極めて難しく、これらの苗が一般普及するには至っていない。絶滅危具合ビ類、ありがとうございます。